なんとおてんばな方じゃ。行き先も告げず心配しましたぞ。姫に何かあればあやつが悲しむ。あの方はまだお帰りにならないの？まだでございますよ。この頃口を開けばオズワルド様のことばかりですね。そんなことは。それにしても帰りが遅いですわね。お姫様、お食事はいかがですか？私の魔法で良い店にお連れしましょう。教えてください、あの方は一体どこへ？ほのほの国の王との約束を果たしに行ったのじゃ。それにしても帰りが遅い。何かあったのかもしれん。約束？炎の国で何が？胸の苦しさは日増しに強くなる一方、不安なまま待つなんて私には。この先におられるのが我らの王オニキス様です。ようこそ、ラグナネイブルの姫。王陛下、お久しぶりです。相変わらずお美しい。あなたならいつでも歓迎だ。こちらへ、早速おもてなししよう。陛下、お尋ねしたいことがあって参りました。私の主人オズワルドがこちらを訪れたと聞いております。ご存知ではありませんか？知らぬと言いたいところだが、美しいあなたの問いに偽りは申せませんな。確かに彼はここにいる。私のために戦っているのだ。戦っている？そう、我が国を脅かす竜と、あの竜を終焉の予言にあるレバンタンだという者もいる。生まれたばかりの幼い竜なのに、炎も剣も奴には通じない。あいつの負けんならばと思ったのだが、未だ決着がつかないところを見ると、それも通用しなかったようだな。なぜオズワルド様が？あなたはご存じないことだが、オーダイン王は私に約束していたのだ。あなたと私との結婚も、お互いの国の利益になることだ。それなのに父君は約束を一方的に破棄し、よりにもよって死に見入られたあの男にあなたを与えた。私がおとなしく身を引く代償としてオズワルドは誓ったのだ。私が望んだ時に私のために命を懸けて戦うことを。オズワルド様は私のために彼は死ぬかもしれない。いや、もう死んでいるのかな。約束を保護にしてあの男を助けてもいい。あなた次第だ、グエンドリン。あなたが私のものになるのなら。炎の王、あなたも祖国の男たちと同じです。私は物ではありません。何？おい、バルカンたち、傷つけずに捕らえよ。あんた人間かい？
俺がここに忍び込んでることを黙っててくれたらアイテムを売ってやってもいいぜ。国を追放されてもさすがは大大院の魔女、予言の竜を打ち負かすとはますます気に入ったぞ。オズワルド様はあなたの願い通り戦い、竜は退けられました。私たちは城に戻ります。なぜだ、なぜその男なのだ。その男は死の女王の洗礼を受けている。いずれあの女のしもべとして死ぬる、抱きすべきものだ。そのような忌まわしきものは捨て、我が手を取れ。王よ、それ以上夫を侮辱するなら私の槍があなたを貫くだろう。命の火を吹き消されたくなくば私の前から去るがいい。激しいな、まるで炎のようだ。その炎に敬意を払い、今は身を引こう。約束は守られた、そういうことにしておく。だが覚えておいてくれ、私の心の炎をかきたてるのは今もあなたであること。